毎週何もらってる。いや、何もらってる。元気だなと思って。普通でしょ、いつもこうだよね。いつもなんかもう、はい、どうぞ。え、何なんかすごいさ、前回のさ、プレミア公開、はい、水曜日のね、6日のプレミア公開の時と、同じ話ばっかしてて、あれなんですけど。もうね、あれですよ、3週にわたって、朝からおかっぱ見て元気って話をしてますけど。3週にわたって言ってるけど、すごいなと思って今。あ、そう。何もすごいことないよね。朝からすげえ元気だなと思って。まだね、10時にもなってませんからね、今ね。すごいですね。いや、でもね、朝早いから起きんの。あ、なるほど、ね。今日も6時起きてて。すごい。だからもうエンジンかかってんだよね、すでに。あ、なるほど。4時間経ってて起きてから。朝ごはんとかも食べてる。食べてる。あ、それがあるのかもしれない。朝ごはんすごいで。おう。うちの朝ごはんすごいで。何食べたんですか。コーヒー。おう。ブラックコーヒーね、はい、何にもお砂糖とか入れてないやつ、はい、ブラックコーヒーでしょ、ヨーグルト、あ、いいね、発酵食品、はい、腸にいい、ビフィズス菌、乳酸菌、はい、バナナ、食物繊維、いいね、エネルギー源、はい、プロテイン。何でもらうの。アスリートプロテイン毎日飲んで 2杯、朝晩。プロテインって体にいいんだっけ。そうだって細胞を作るのはタンパク質じゃん。だからさ、肌皮膚とか再生するのもさ、タンパク質不足してたらさ。あ、そうなの。そうそう、ね、やっぱお肌はツルツルでしょ、ほら。確かにね、いいじゃん。大豆はめっちゃ食ってるけど。あ、いいじゃない、いいじゃない。毎日じゃないけど。イソフラボーン、うん、いいんじゃない。イソフラボーン、イソフラボーンもいいよ。イソフラボーンもね、あの美容にね、女性ホルモンにね。それはご主人も同じメニュー。そうです、そうです、そうです。あとは以上。おー、でもいいね、バナナでしょ。発酵食品も食物繊維もさ、あとね、カルシウムも取れてるし、はい、あのプロテイン牛乳で作ってるからさ、牛乳で作ってるから、そう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 、はい、ね、タンパク質も取れて、すごいね、すごい、いいしょ、うん、そんな感じ、うん、朝ごはん何食べてるの。朝ごはんは、うん、炭酸水だけ。おっ、主要素かな。炭酸水と、うん、あのチョコラ BB みたいなやつ1錠。あの、何あの修行でもしてんの。なんかあの、そういうわけじゃないんですよ。神道滅却でもしてんの。なんかね、あの最近さ、はい、食事にさ、はい、時間かけるのがどうも苦手で。あ、そう。作って食べて片付けるっていうのが。で、あのコーンフレークとかは。あー、僕あの牛乳がさ飲めないんですよ。あー、豆乳で。あー、豆乳ね。うん、プロテイン、プロテイン。あ、本当に。プロテインよ、プロテイン。ビタミン C とかも入ってるし。あれプロテインってさ、なんか太るっていうイメージがあるんだ。あーね、プロテインのね、飲み方と、あと、はい、あれだね、あの運動をしなさすぎるとそうなるかもしれないね。あ、そうなの。プロテインって甘いやつもあるからさ、美味しい美味しい、ごくごく何杯も飲んじゃうと太るね。あ、ジュースみたいな。そうね、そう、太りがちな人はだいたい普通のさ、お茶とかもさ、はい、なんか紅茶の甘いやつとかさ、あ、ピルクルとかそういうの飲んじゃうのよ。糖分取りすぎ、単純に太っちゃう人は。あ、なるほど。そうで、ね、私が飲んでるプロテインは、うん、あの人工甘味料だから。へ、そう、ね、人工甘味料ダメっていう人もいるけど、でもね、糖類ってわけじゃないからさ。あのさ、ザバスってあるじゃん。あるある。あれとかもいいの？あ、いいよ。あ、そうなんだ。うん、好きなね、いろんな味が今あってさ、私が飲んでるのはキャラメルコーヒー味。そう。で、いろいろミルキー味とかもあるし、ソーダ味。水でもいいの？水でもいい。あ、そうなんだ。うん、水か牛乳かな。豆乳で割ってもいいけど。ね、私が前すごい飲んで面白かったの、はい、YouTube にもあげたけど、カメハメハ味ってのがあって。おお。カメハメハってどんな味するんだろうと思って。プロテインね。プロテインで、プロテインがカメハメハ味なんだよ。信じられない？買ったのよ、カメハメハ味。よくわかんないよね。そう、飲んだ。へえ。でね、あの、YouTube でもね、カメハメハ味がどんな感じだったのかって解説してるけども、はい、動画で。デカビタシーみたいな味だった。おお。なるほど。面白いでしょ。確かに。プロテインでさ、なんかそういうなんかちょっとミルキーな感じの印象あるじゃん。粉っぽくて。ああ、確かにね。ミルクっぽい感じだから、そう、白くてさ。プロテインってさ、なんかこう意外と味なかったりしない。あ、そうそう、ね、ないやつもある。
なんか、ね、前にさザバスのコーヒーのやつ、はい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 、チョコペットなんとかみたいなの飲んだことあるんだけど、うんうんうん、意外とこう薄味というか、そうだね、あんま味しないんだなみたいな、美味しいものを飲むっていう感じじゃないかなみたいな。多分ね、そういうタイプのやつと、うん、美味しく飲めるタイプのやつが分かれてる。そうそう、だから最初にプロテイン飲み始める人はそういうね、私が飲んでるような美味しい系の、うん、やつを、そうなん、バニラシェイク味とかあるしさ、一日じゃあさ小さじ1杯を水でちょっと割って毎朝飲むとかでも体にいいのか、うん、あとね 20g って決まっててカップがついて、私の買ってるやつはね ついてくるから、それをシェイカーに入れてみたいな、先に水かぎゅうに入れてシェイカーに粉を入れてシェイクしてみたいな。でこのシェイクもさ、私ダーリンの分と私の分のシェイカー持って、はい、このね肩甲骨を刺激できるようにちょっと脱ぐわ、説明したい肩甲骨をさ刺激できるようにさ、はい、この肩甲骨を締めながらここにシェイカー持ってこうやって振ってんのわかる、言いたいことわかる、こうやって振ってんの、そう、この肩甲骨を動かすと脂肪を燃焼しやすくなるのよ。へ、はい、そうやってみてみんな、今ちょっとやっただけでも結構辛いね、そこでここの肩甲骨締めるみたいな感じで、あとこうやってすげえ、こうやって、うわー、もうこうやって体を動かすだけでもうなんか疲れたプロテインはそういう筋トレもできるわけよあ、なるほど、振るときにね、そうプロテインいいよ、プロテイン、ちょっとじゃあ飲んでみようか、うん、あ、誕生日プレゼントにあげようか本当誕生日だいぶ先だけど2月年明けてから、ねね、飲んだ方がいいよ、朝ごはん代わりに飲んでる人もいるしね、プロテイン。何でも、別にその味気にしなければさ、うん、何でもいいの。ああ、そうだね。あのね、ソイプロテインとホエイプロテインがあって、はい、なんか今日プロテインの話だね、だからね。ソイプロテインっていうのは、あの、はい、その名の通り、お豆からできてるプロテイン。はい、と植物性のプロテイン、はい。で、ホエイプロテインっていうのは、ほら、ヨーグルトの上のさ、ホエイってあるじゃん、ホエイの汁。ヨーグルトさ、無糖のやつ買ってくんじゃん、はいはい、エレベーター開けんじゃん、ほら上に汁があんじゃん、あれホエイ、あー、そうなんだ、ホエイそのプロテインなんで、動物性のプロテイン、うん、で一応人間動物だから、はい、一応ねその本によるんだけど、いろいろ本読んで勉強したんだけど、おー、すごい、動物性のプロテインの方が、まあ、効果は出やすいっていう風に書いてあるね。例えばね、体の不調が治りやすかったり、そう、体の不調、例えば皮膚がさちょっとなんかねなっちゃったっていう時は、うん、荒れちゃったって時は、そうプロテインで細胞作って、プロテインだけじゃないけど細胞作ってタンパク質でで新しい皮膚を作っていくもんだから、そうだ、動物性のプロテインの方が効果が出やすい。別にね、そういうプロテインの植物性の方が効果がないってわけじゃないけどね、どっちかっつうとみたいな。そうなんだ。いや、そのさ、肌荒れでさ、マスクのせいもあってさ、はい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 、首筋とかも荒れちゃうのよ。あら、それでそのさっきのチョコラ BB 的なのを飲むようにしてて、それを飲むようにしたのがね、まだ2週間経ってないぐらいなんだけど、どう？飲み始めたらやっぱね、その治りが早くなった気がして。いいじゃない。特にそのマスクをさ、下ろしてさ、首にここにかけてさ、食べたりとかするとさ、荒れちゃって、外して食べたらいいんじゃない。まあそれね、それもあるんだけど、ね、ちょっと荒れちゃってたなーっていうのも治ってきたんだけど、あ、いいね、いいね。でもなかなかさ、それだけでは治らない部分もあるから、そうかじゃあちょっとプロテイン毎朝、ホエイプロテイン、ホエイプロテイン、業スーパーにも売ってるの。業スーパーでは見たことないけど、インターネットとかね、あと薬局とかで売ってる。あ、じゃあ薬局行ってみようかな。うん、あとね、あのインターネットの方が美味しいやつは種類はいっぱいある。選べる。うん、なんか美味しい方が続くかな。そうだね、おかとはね、いろんな味試して今のやつにたどり着いたから、小さいサイズのやつをいろいろ買ってみるといい。あ、そうなんだ、ね、うんうんうん、じゃあ1個何かしら。そうだね、うん、あとね、マスクでお肌荒れるんだったら、ベビーパウダーがおすすめ。あ、本当に？うん、あの、マスク擦れるじゃん。うん。擦れてさ、ニキビとかがさ、ね、擦れてさ。そう。それ嫌じゃん。ここにできる。あとさ、うちのダーリンとかアトピー肌だから、マスクが擦れるとそこが皮めくれてさ、乾燥しちゃうわけよ。ああ。そうそう。だから保湿すんじゃん、朝、顔を洗って。うん。で、その後にベビーパウダー。本当はね、日焼け止め塗ってほしいんだけど、日焼け止め塗ってから、
ベビーパウダーしてほしいんだけど、そうすると、まあ、余分な皮脂をね、ベビーパウダーが吸収してくれるのよ。あ、そうなの？そうそうそう。吸収。ほら、なんか、あ、テカってないでしょ、あんまり今日。なんか化粧水はさ、毎晩塗ってるんだけど、うんうん、毎晩っていうか寝る前、うん、シャワー浴びて、うん、化粧水みたいな感じ、うん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 、その後ベビーパウダー的な朝がいいね。朝顔を洗って、ベビーパウダー顔を洗って化粧水塗って、まあ、できれば日焼け止めを塗ってからベビーパウダー、やってみよう、うん、日焼け止めはまあね、塗った方がいいけど塗らなくても別にマスク的にはね。ベビーパウダーとそうホエープロテイン、プロテインか顔両方ともやけくで買えるから、ちょっと行ってみます。うん、そう、こすれがねなくなるっていうか、うん、軽減されるっていうか、おすすめです。皆さんマスクでね荒れちゃってっていうのがね大変な人は、あとは結構ニキビ肌のね皮脂を吸収してくれるから、ベビーパウダー、うん、いいと思います。ね、必ずね日焼け止めも塗った方が、ね、シミ対策にはなるので、うん、いいと思いますけどね。あら、もうそんな時間ね、何気にやだ、今日プロテインの話しかしてないよ。今日はプロテインの話をする日だったプロテイン会ね、ちょっとね、そのなんか筋肉鍛えてますよ、自分プロテインすげー飲んでますよっていう人いたらね、もっと詳しいと思うんで、プロテイン、うん、ぜひプロテイン情報を持ってる方もぜひチャット欄に書いてくださいね。あと肌荒れ対策ね、こういうこといいよっていうのがねある方はぜひ書いてください。お待ちしてます。ということで、あっという間の15分間、はい、エンディングテーマお願いします。じゃあ唇に歌声を。ブルーの時の合言葉、唇にいつも歌声を。涙がこぼれそうな時も、唇にいつも歌声を。さあ、水曜もフレーコープレイ見たことお楽しみいただけましたでしょうか。ぜひグッドボタン、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。
最強の先生みたいな話だな。おかぱにひとメガネスでした。また見てね。イエーイ、ありがとう。地球ありがとう。宇宙ありがとう。それではシェード君に今後の食生活の改善プランを語っていただこうと思います。よろしくお願いします。ヨーグルト、プロテイン、ビタミン、チョコラ BB 的なのを朝ごはん。